こんにちは。今日はマイクのちょっと聞き比べというのを初めてやってみようということなんですけれども、はい、マイクについて全然わからないという方、わからない割にはいっぱい持ってるよね。いう方のためにですから、私じゃないですよ、はい、ね、ご覧いただいている方のために佐藤さんなりな素人な解説をまずやってから、はい、その後専務にということで、あ、じゃあそうしましょうか。さあ、じゃあ私が知ってるじゃあ知識からいきましょうか。で、今目の前にダーッとマイクが並んでおりますけれども、この中で、ライブで使えるマイクっていうのが、ここかな。ここが結構怪しいですね。これはボーカルマイクでは使いません。ですよね。でも楽器を取ったりするライブのマイクでは使います。ですよね。これもちょっとややね、ボーカルマイクではない。ボーカルマイクとしてはこんな感じですかね。よく見るのはなんかこの辺とかはね、はい、ライブとかでもよく。これでも歴史ありますよね。かなり一番もうやっぱ何十年っていう、本当にもう40、50年これ現役が最初に多分出たのは60年代ぐらいからだから、だからもう50年は超えてます。定番になってる。定番のどこの、なんていうマイクですか？シェアの通称ゴッパーですね。SM58 っていう。ライブハウスとかではよくある。これ何がいいかって、はい、あ、聞きましょう。壊れない。落としても壊れない。壊れない。丈夫。やっぱりイベントライブとかで使うボーカルマイクとかって、もうどんな使われ方するかわかんないから、そういう意味ではね、これは本当にね、ど素人が使っても滅多なことじゃ壊れない。確かにな。で、今ここにある3本はこの同じメーカーですかね。シェアという同じメーカーのマイクで、ただここは違いますよね。この子はこんな感じですよね。うん、そうね。この子はどっちかっていうと、これにプラス音質を重視した感じのマイク。だからちょっとボーカリストでこだわりがあるミュージシャンが使ったり。こちらは新しいんですよね。新しいです。でリリースされたのがってことですか。で、特性的にもこっちはもうボーカルに特化してるんで、音質よりも耐久性みたいな感じ。耐久性。これはいい感じのバランスに多分どっちでも使えるみたいな。音楽番組、テレビとかでの音楽番組で使ってたりすることが多いかもしれません。よくご覧いただいたりする。マイクです。ちなみに私普段ライブでこちら使ったりしてますね。マイクだけ番組で見てると面白いですね。あ、どこのマイク使ってるっての分かってくると、マイクオタク的にはね。そうですよね。で、比較的これとこれは同じジャンル、ダイナミックスマイクって言われるマイクですよね。そうですね。だけどもメーカーがまず違うね。メーカーが違う。ゼンハイザー。ドイツのメーカーですよね。確か。このマイクは私のマイクなんですけど、ちなみに私のマイクこれとこれとこれ使ってるんですけど、用途としてはこれはまたこの後説明しますけど、ノイマンの別のマイクで、コンデンサーマイクと言われるもので、これを野外ではあんまり使わないんですよ、私。で、室内の時に野外で結構うるさいというか。ガチャガチャしてる時にこのマイク使うことがあります。こんな使い方で合ってます？はい、コンデンサーマイクはね、基本あんまり野外のね、環境の悪いところで使っちゃいけない。なんでですか？これコンデンサーマイクっていうのはその振動板がすごいデリケートなんですよ。で、ダイナミックマイクっていうのはもうその振動板に直接コイルがくっついてて、でその振動がコイルを動かして、要はスピーカーの逆。スピーカーはそのくっついてるコイルに電流を流して音を出すんだけれど、マイクはその振動板を振動させるとそのコイルに電気が流れる。その電気を信号を取って音を出す。で、割に構造がその振動板とかも、フィルムも厚手のフィルムを使ってるんで比較的丈夫。それとあとは湿気とかそういうのにも割に丈夫。で、私これは知らないんですよ。これはですね、ホステックスのやっぱコンデンサーマイクなんですけど、あ、これコンデンサーなんですね。ちょっと失礼しますね。へえ。でもそれは楽器を拾うコンペンサー、声を拾うこういうボーカル用のコンペンサーがいいんじゃないんで、だから楽器用に、まあ本当にもうここの振動板の幅しかないし、この太さがで楽器だから目立たない方がいいんで、比較的ちっちゃくできてる。そっか、ボーカルマイクとかマイクの存在感が演奏中にチラチラあるのはそうよくない。映り込まない方がもうこういう楽器用のマイクはいい。これ使ったらすごい目立ちますもんね、やっぱりね。これはもうレコーディングにしか使わない。そうですよね。じゃあいよいよですよ。このそのデカデカマイク、ちょっとこちらの説明をお願いします。これもう3本ともみんなコンデンサーマイクなんですけど、これはその振動板の中のね、音を取る振動板が大きいんですよ。大型のものを使ってる。まあこれこうやって透けて見えると思うんですけれど、まあ難しいかな。こう中にこう丸くある。いいですか。すみません、まあちょっと手袋とかしないですけど。わ、全然。すごい。それが大きいでしょ。しかも重たい。まあ重さは関係ないね。持って歌うマイクじゃないから。そうですよね。それとあとはこれ振動板がこう立てるとこういうふうに縦に入ってる。っていうことはこっち側とかこっち側から音を拾うマイク、こう拾うわけじゃない、こうで、こういう例えば楽器用のマイクとか、これはバラしても見えないかな、これなんかは、まあこれはダイナミックマイクだけれど、まあ、コンデンサーマイクも一緒なんですよね。こんな分解しちゃっていいものなんですか、これは汚れたら掃除する、あるいはへこんだりなんかした時は交換する。よくなんか臭いマイクありますね。ライブハウスとかでね、ありますよね。ちゃんと掃除してください。ね、こんな時代ですから特にちゃんと消毒はした方がいいですね。でここはその振動板が入ってるユニット、これがダイナミックマイクのユニット。でちょっと話がまた飛んでしまって申し訳ないんですけど、この今楽器用のコンデンサーマイクとして、こちらはいますけども、はい、大きさがとにかく違くて、まあ取る角度みたいなのも違うっておっしゃってたかなと思うんですけど、これはグレードと言ったらどんな感じで違うんですか、何が違う？値段違いますね、まず値段が。まあパッと見は形似たような形してるんだよね。それでなんだろうな、大きさも違うしメーカーも違うんですかね、これとこれはすごい似てますよね。これこれのクローンって言ってですね、一応まあ、偽物という言い方は失礼なんですけども一応これをリスペクトして作ったんじゃないかとよく言うと、なるほどです。じゃあそのこれというのは、このマイクはそれがオリジナルですね。どちらのマイクになるんですか、これは。はい、ノイマンですね。ノイマンの、はい、U87。まあこれはもう本当に昔からボーカルマイクをレコーディングする定番みたいな。そうですね。もうレコーディングのスタジオには必ずこれは、これがなかったらまあモグリなレコーディングスタジオだっていう。大体ありますね、確かに。非常にお高いですよね、かなり。そうかもしれないです。個人で持つにはちょっと高いというような。なかなか手の出ない。マイクかもしれませんけど、一応今私知らない体で話してるんですから、そこは付き合ってくださいよ。私のですけども、私でも実はこれまだ買って間もなくて、結局今までずっとレコーディングで今日持ってきてないんですけど、同じノイマンの49なんとかとかってやつが、そうちっちゃくてこっつい感じなんですけど、こう低音しっかりそれ拾ってくれるんで、こう芳醇な音になるからそれを使ってたんですけど、ちょっとこれはまあちょっと今回トライしたいなと思って、私も聴き比べたいなと思って持ってきたやつなんですけれども、それのリスペクトアイテム。そうですね、一応これキットで、これ完成品で売ってるわけではなくてですね、一応こういう形のですね、はい、全くバラバラのパーツとして、ディアゴスティーニ的な。毎週来ないから毎週来たら終わるわけじゃない。こういう形で、これ自体が部品にはさらにですね、こういう一個一個のパーツは全部バラバラになっていて、この緑色の基板というところにハンダ付けして作る形ですね。それでこういう配線も自分でこうやって切って線抜いてつないでハンダ付けしてっていうような形ですね。なのでまあこれがかなりですね、499ユーロで、日本円にすると65,000円ぐらいで買えてしまうという。お値段で計算するとすごくお得な、お得だけど、でも知識を持ってないとこれ作るの難しいですよね。かなり最初これ英語のマニュアルしかなかったんで、かなりGoogle 先生にいろいろ翻訳していただいてでも翻訳それ使えば比較的作れちゃうっていうか、いや翻訳英語でが分かったとしてもやっぱりハンダ語での技術がないとかなり難しいですね。普通にご自宅にハンダ語でがあるとは思えないから。そうか、これ奥村さん作ったんですね。そういうの一応仕事にしてますので、そういう形で、本業は照明とかやってるんですけども、一応足りない機材は自分で作ったりしてます。へえ、リスペクトは本当だ。ちょっと持たせていただいてますよ、すいません。見てください、このロゴというか、ね、すごい似てる。作りじゃんこれっていう。でも大きさがちょっと違いますね。一回り大きいというか。やっぱキットだと、ね、作れないといけないから、作りやすいよ、多少大きくなってんじゃない？へー。